歩23歳の誕生日です。中村拓人、昨日6リバウンド、チームで愛される広島の丸ゴリ川田チリジ、伸びしろがあると称えます。帰ってきた広島を背負う男、三谷圭次郎。以上5人の広島ドラゴンフライズスターティングファイブです。ウェイマンス、ファウルをもらってエンドワンです。あっとガッツポーズ。千葉にいいオフェンスの形を作らせない中でミスマッチのところ、川田チリジ。ここはサイズに優位な点がありました、川田チリジです。中村拓人、そしてブラックシェアのスクリーンを使って中村拓人侵入、目の前にはムーニーがいる。ちょっとパスが大きくなったがニックメイヨ、これターンアラウンドフェイドアウェイシュート。これもニックメイヨの得意技です。グリーンアリーナ一旦作り直し、ショットクロックはまだ10秒9秒あります。ここで寺島に渡りました、決めていきました。寺島ブラックシェアのコンビネーション、右のウイングに西村、ただここで富樫に渡して、ここでジョン・ムーニー、ボースハンドダンクです。フックス、ムーニー、あーっとこれは広島コミュニケーションミス。抜けてきたクリストファー・スミス、いやここもちょっとヘルプがいないですよね。いやそうですね、アイラブラウン、前には川田忠司、これがいやターンオーバーにならない。小川拾ってショットクロック1秒目のシュート、ここでの一本、小川麻人。いやさすがですよね、決め切りますね。ここもあるいはターンオーバー、あるいは24秒間という2ポゼッション差でのこのやり合いですよね。ここからなかなか動かないですね。いやそうですね、ここも本当我慢の時間帯なのでターンオーバー気をつけていきたいですね。アイラブラウン、ここで決めました、スリーポイント、ピンを解きました。富樫勇樹、スミス、テイクを見せてスリーポイント、掴んでくるのはどちらか、まだ我慢していくのか。アイラブランダー決めていきました、千葉リードチェンジ。まあ、そしてこれですね、アイラ選手とカード選手がスピードのミスマッチがあるので、はい、そこで今引っ張り出された先ほどのアイラ選手スリーポイントですよね。空いていた金近3本目、ヘジテーション、タイミングを変えながらニック・メイヨが来た、決めていきました広島、2点差。中村拓人がプッシュして持っていく、持っていく、持っていく、スリップした、うん、気持ちが少し前に出すぎたか。ここは金近のダンク、88対80ということになりました。この広島対千葉のゲーム2、結果千葉の連勝ということになりました。